田辺圭司の音楽をいっぱいじっちゃうとビデオズ。こんにちは、作編曲家の田辺圭司です。今回じるプラグインは、ユージャムの U シンセターボ XT です。はい、それではユージャム U シンセターボ XT をいじってみたいと思います。U シンセの新しい、ラインナップなんですが、ターボ XT。どんなものなんでしょうか。はい、ユージャムのホームページからちょっとね、見てみたいと思うんですが、U シンセターボ XT は80年代後半から90年代の伝説的なロンプラーサウンドを搭載したシンセ、コルグ M1、ローランド JV シリーズやイミュー、プロテウスなど当時のあらゆるヒット曲に影響を与え、時代を象徴する特徴的なサウンドは現在も多くのジャンルで使用されています。まあ、そこからね、インスパイアされた、音源なんですね。まあ、EPCM シンセなんですけど、はい。で、これ今のところですよね、ここね。はい。そして、まあ、各種、ジャンルの音色が入っていると。シンセサイザーの知識がなくても即座にサウンドを生み出せる革新的な意味です。これ今までのね、U シンセですよね。はい、それで、大事なのが、これ、私が気になったのが、アナログモデリング、FM 音源、ウェーブテーブル、マルチサンプラーを備えたパワフルなシンセサイザーエンジン。つまり、PCM でサンプラーでね、その音色をサンプリングして組み合わせてんじゃなくて、それぞれのプリセットで音源方式を変えてるというね、ここかなり特徴的です。それ、より本物の音が出るけど簡単に使える。そういうことなんですね。はい、では簡単に、もうね、知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、全く知らないよっていう方のために、もう一度おさらいしてみます。U シンセは基本的には、3つのセクションからなります。はい、シーケンサー、シンセサイザー、フィニッシャー。そして、まあ、補助として、ディレイ、リバーブがここにあります。はい。フィニッシャーは何かというと、一つの、エフェクター、並びに、二つ、四つ、ね、組み合わせたものがあるものがフィニッシャー。で、エフェクトの量を決めていくと。はい。これがフィニッシャーです。これはもう、ユージャムの独特の、オリジナルの、まあ、エフェクトですよね。はい。で、シーケンサー。シーケンサーはこのような感じで、アルペジオコード、リックス、フレーズ。つまり、いろいろな単純なアルペジオだけじゃなくフレーズ何とかが含まれた、そういうアルペジエーターだと思ってください。はい。そして、それぞれの下にサブパラメーターとして、シーケンサーだったらノートレングス、スイング、オクターブス、パターンレングス。はい。シンサイザーだったら、ティンバー、ブレンド。もうこれは、選んだこの音色に、変わるので、それぞれ変わります。はい。そして、エフェクト。で、ピッチング、スペクトラム、オーラ。これはまあ、エフェクトの中身ですよね。はい。そして、ディレイ、リバーブ、で、サプライズ、下の方にフレーズ。これは、だからフレーズ、シーケンサーをオンにすると、フレーズが、キースイッチが出ます。はい。それぞれ、1、2、3、4、5、6、7、待って、1、2、3、4、5、6種類のフレーズと、それぞれのエフェクト、ね、ループしたり、リピートしたりっていうのがあります。はい。じゃあまずね、本色聞いてみましょう。最初のイントロダクションというところから聞いてみます。このような感じに、フレーズが入っているもの、単体のものね、いくつかあるんですけど、こう見るときに、まあ、こんな感じに、それぞれの
カテゴリーから選ぶ。はい。ね、ある程度のこうカテゴリーのものが入っているので、これ1個でほとんど済むという感じです。では、私のおすすめ2種類をご紹介してみたいと思います。もちろん、このね、プリセットで選んでもいいんですけど、よりこう自分の音に近づけたい。ちょっとシンセの中身とかシンセのパラメータはよくわかんないけど、ある程度ね、方向が見えているのであれば、おすすめは、まずこのディレイリバーブ、フィニッシャー、シーケンスがあれば消して、この真ん中のところ、ここである程度好きなものを選んでいじっていくっていうのは良さそうだと思います。例えばこのポリフォニック。まあ、例えばこういうのがあったとして、この真ん中のところで、これね、ダークブライト、その名の通り、明るさ、暗さ。結構短いのが良ければこれで、で、ここで、まあ、ディレイとか、あ、ごめんなさい、リバーブを使って、で、フィニッシャーで個性をつける。まあ、ここのね、デュアルとかで使って何か良さそうな。ちょっと激しめの。このような感じに一つずつ、その難しいパラメーターではないので選んでいけば、ね、欲しい音が得られるのではないかと思います。例えば、じゃあこれで。で、フィニッシャーで何か面白いのを探して、じゃあクワードで、ビットディストロイヤー。はい。割と、こう、なんて言うんでしょうね。普段の、こういう楽曲ね、歌物とかにも使えそうな、ジャンルに分かれて使えるような、ね。厚すぎず、細すぎず、みたいな感じが入っているので、こういう作り方もいいのではないかと思います。そしてもう一つは、全く、この有心性にお任せしちゃう感じ。それはこのサプライズなんですね。はい、サプライズ何かというと、まあ、パラメータ、このシーケンサーシンサイザー、フィニッシャーのパラメータをランダムに、生成するというパターンなんですけど、はい。このスモールとビッグ、つまりそのランダムの深度ですよね。ランダムのかかり具合を、ここで変えると。じゃあちょっとやってみましょうか。じゃあ例えば、じゃあ4ぐらいで。じゃあちょっと10ぐらいにしてやってみますね。はい。もうこんだけまあね、全然変えてくれるので、まあプリセットで見つからなくてもここでやってみるのもいいかもしれないですね。はい。で、例えば、このランダムも、全部に今、こうね、ここにそれぞれのセクションに、全部にランダムマークついてますけど、このアルペジオの感じはいいけど、こっちサイダーとフィニッシャーを変えたいときは、ここ外して、ランダムかける。このような使い方もできます。さていかがだったでしょうか。Ujam U シンセターボ XT 80年代から90年代の PCM シンセからインスパイアされたというプリセットは確かによく聞いたことね、我々世代からするとよく聞いたことのある、音ばかりで、今回のこのねターボ XT プリセットをやっぱ聞いてみると実践的なものが多くて、しかもまあ今風に仕上げてある、Ujam お得意のフィニッシャーでこうねよりねアグレッシブな加工をしたりとかもできますし、フレーズ作るの苦手な人のためにもシーケンサーみたいなね、
フレーズシーケンサーみたいなのも入ってるし、すごくわかりやすい。シンセの音作りの知識がなくても簡単に、自分のね、制作環境に入れられるっていうのはいいんじゃないかと思います。そして何よりも軽くて、セール中とかだとすごい安いと思うので、皆さんもチェックしてみてはいかがでしょうか。それでは。